日々24時間、はい、大津彩さんのことばっかりを考えて、もう恋してる師匠、もう恋しているも同然の俺相性バッチリ、はい、ATG 大嫉妬ATG もう嫉妬の嵐みたいな感じになってる、うん、はい、俺と彩方なんですけどね、はい、ほんで彩方ネタないかなと思って、でも、うん、と言いながら、うん、夢にゃんのことも忘れてないね俺は。そうなんですかもう過去にしてしまったのかと。過去にしてしまったように見えるやん、はい、でも忘れてないね。たまに気にかけて、うん、ちょっと様子見に行ってみたりしてんねんか。もう構ってあげないと、うん、怒りますからね、うん、でも所詮さ、うん、彩香さんの5分の1やんか夢にゃんは彩香さんの5分の1、逆説的に言えば、うん、彩香さんは夢にゃんの5倍弱そういうのが広まってますけど、そういう概念が広まってきてますけど、はいはい、やっぱり5分の1やからさ、はい、あ、なんか見に行ってます、なんか言ってたりしてもさ、うん、あ、なんかもう彩香さんの、彩香さんには足元も及ばねえみたいな感じでさ、うん、ネタを取り上げるまでもねえなと思ってさ、うんうん、そんな感じやってん、はい、でもついに、はい、ゆめにゃんがやらかしましてね。草薙くんが裸になって捕まった時のユウスケ・サンタマリアみたいな感じで言わせてもらうと、はい、剛が やらかしましてねとか言ってたけどさそれみたいな感じでゆめにゃんがやらかしましてね、はい、何をやらかしましたかっていうと、うん、ね、まずやろうか、久々のあれ やりましょうか。お願いします。あ、その前にちょっとあれやな、今ゆめにゃんを知らん人が多く見てくれてると思うから、うんうん、ちょっとだけ説明しとこうか。簡単にもうざっとね、うん、もう詳しく知りたい人は過去のうちの動画見るとか、うん、自分で調べてください。昨日もさ、うん、ある人の YouTube ライブを見てたんやんか、聞いてたんやんか、うんうんうん、なんとなく、うん、そしたらその中で、うん、伊藤ゆめのさんおよびコラボの話になって、うんうん、うん、でその人はその夢にゃんおよびコラボのことをほとんど知らないみたいな感じで、うんうん、まあ、初心者でもなんかなんとなく知ってるかなみたいな感じ で、うん、で言ってたんや、うん、で語ってなんかその視聴者に聞かれたわけ、チャットで、うん、なんか二刀夢のさんのことはどうですかみたいな、まあ、暇そらさんのことを聞かれたんかな、うん、暇そらだからこの知事選のことに関連して、うんうん、暇そらさんはどうですかって言われた時に、うん、あの二藤さんの、あー、暇そらさんですかとか、暇そらさん全然知らないんですよねって言ったら、コラボのことでやってる人ですよねみたいなこと言ってて、うん、だから知らんねえ、だから初心者、うんうん、でなんとね、でゆめにゃんおよびコラボ初心者あるあるなんやけど、これって、うん、弟子も納得すると思う、ああと思うと思うよ、はい、ゆめにゃんおよびコラボ初心者、うん、あんまり知らん人が言うお決まりのセリフがあるんですよ、うん、あ、コラボですか、でもなんか問題あるみたいですけど活動自体はいいことやってるんですよね、あこれコラボ初心者が言いがちなセリフナンバーワン、活動自体はいいことやってるんですよねって、なんか女の子のその、うん、性売買とかの、うんうん、をから救ってるんですよねみたいなこと言って、はあはあ、そう、あ、そういう認識なんですか、別にいいねんで、だからその知らんからな、俺らがその、うん、大津彩方のことをほとんど知らんかったみたいにさ、うん、だから知らんもんは知らんやからしょうがないからさ、うん、そこをどうのこと言うつもり、あ、知らん人の認識ってやっぱりそんなもんなんやって思ってさ、うん、まあ、いいねって、全然 そこは責めてるわけじゃなくて、うん、改めてそう思ったわけ、うん、だからちょっと説明しとくと、まあ、性売買の危険にさらされている若年女性を助けるという名目で活動はしてるんですけどね、してるんですけど、一応それは本当にそうなのかっていう疑惑まずはいはい、本当にそうなのっていう、本当にそのそういうことになってるの、そういうためになってる活動なのっていう疑問があると、うん、はい、本当にやってるのかもしれんよ、うん、でもそれにしてはちょっとトンチンカンなことやりすぎだよねっていう、これ俺の意見も入ってるんだけど、だいぶ、うん、まず一点、俺が最大にコラボの疑問なところ、うんうん、はい、その少女に声かけて集めてご飯食べさせたりしてるんですよ、うん、それはまあ、なんかそれも意味分からへんのですけど、ぶっちゃけ、うん、
なんでそれが少女の貧困少女を救う、性売買をしている少女を救うことになるのか俺にはちっとも意味がわからないし、うん、どういうロジックで性売買をしている少女を救うことになるのかわからないし、うん、それでそういう集めた少女、まだ1点で俺が一番疑問なって、うん、辺野古の基地、沖縄の辺野古の米軍の基地の建設現場に、うん、その女の子を何人か連れて行って、うん、座り込みやらしてるんですよね、うん、これ間違いない事実な、事実なんだこれは、噂とかじゃなくて、なんでってまずこれなんでって、え、性売買から貧困の若年女性を救うと米軍基地の工事を妨害ですよね、うん、なんか座り込みとか言って妨害ではないとか言ってるけど妨害ですよね、うん、犯罪ですよね、はっきり言って道路往来妨害とか業務威力妨害とかさ、なんかそんなあるやんか、うん、明らかに犯罪ですよね。え、女の子、若い女の子を集めて、新宿の歌舞伎町でそういう若い女の子を集めて、うん、基地に連れて行って座り込み、うん、犯罪行為をさせる、え、何なんですかそれ、なんか関係あるんですか、その基地の前で座り込みさせたら貧困から脱出できるんですか、まずこれが一番大きいよね。え、意味がわからないんですけど。でもう一個は、うん、ご飯食べさせるは、まあ、もう意味わからないんですけど、その夜うろうろしている、うん、新宿の歌舞伎町近辺をうろうろし歩いてる女の子に声かけて、うん、ちょっと寄っていかないっつって自分のピンクのバスに連れ込んで、うん、ご飯食べさせるまではまあそれも意味わからないんのやけどね、俺にとってみたら、うんうん、え、ご飯食べさせて何なのと思って、え、売春の待機所ですかって立ちんぼのための待機所ですかってまあ言われてるんですけど、俺もそういう風に見えるんやけど、最大に意味わからへんのがコンドーム配ることですよね、うん、え、なんでコンドーム配らなあかんの、え、ちょっと意味がわからないんですけど、とそういう感じです。あとあれですよね、もう一つ、はい、慰安婦像大好き、慰安婦大好き、慰安婦像建てたい、これです。なんか一言で言うと3つね、一言で言うと3つっていうのもおかしいけど、まとめますと、1、基地の座り込みが大好き、うん、2、コンドーム配るのが大好き、はい、3、慰安婦像が大好き、うん、これです、はい、それがユミニャンです。大体分かっていただきました、うん、はい、まあ、分かったやろね、あーってなんか、あーそういうことねみたいな、うん、そういうことね。で、本当に女の子を救っていくのかどうか分かりません、うん、多分分かりませんで、私は救われましたっていう人も出てきてないし、全然、うん、なんか分かりませんっていう人なんですけど、その人がその1個目が、俺が一番疑問なこの基地活動のことについて、うん、あのデジボは知らないと思うんで、うん、こっから説明しなあかんと思うんですけど、はい、ね、辺野古の基地の建設現場、うん、米軍基地の建設現場は、うん、知ってるよね、デジボ、あの活動家とかいう、うん、アホどもが、青左翼どもが、あの社民党の幹事長である、うん、山城とかいうジジイを筆頭に、うん、活動家のジジイとかババア、まあ、わらわら見たことあるよね、ここへ座り込めみたいな、そういうさあれで見ましたよね、道に座り込んでる猿みたいに座り込んでるやつら、まあ、いるんですよ。で、そこでなんかこう邪魔するわけ、工事現場やからさ、ダンプが入ったり、もう入れ替わり立ち替わり来るやんか。それもなんか邪魔しようと思ってさ、前に立ち台裸ったりさ、なんならダンプのその下に潜り込んでさ、もうそのまま引かれてしまえみたいなことしてるジジイとかババアがいっぱいいるの知ってるよね、弟子もさ。何がそんなおもろいね。思い出した。思い出したら面白いなったんか。歌を思い出した。歌を思い出したんか。ほな、もう今日のエンディングは決まりやね。今日のエンディングは決まりです。ここへ座り込めがさ、聞こえてきて思い出ししもだよな。だって芸師匠が歌うから、あ、俺が歌うからな。で、まあ笑い事じゃないねほんまに、こっから、うん、すいません、笑い事じゃないね、うん、笑い事じゃないねよ、この今回の話はさ、面白いのは師匠の歌です。拉致問題と一緒で、あ、そういえば二刀夢野さんは、うん、もちろん、うん、拉致ポスター、うん、鴨村さんが貼った拉致ポスターに関しても、うん、まあ、今パイオ的 な、 なんかこんなもの貼るのひどいみたいな立場で言ってましたね、うん、夢津さんはね、そういう人です。あ、パイオです、だからね、はい、でさ、うん、工事現場 で、うん、でそのババアとかジジイがさ、ダンプの妨害をするわけやん、こう飛び出したりさ、はいはい、こ う、 うわーっとこう前に出てさ、もう
急ブレーキ踏ますみたいなさ、そういうことしてさ、工事の邪魔してるわけ。はい。そういうことしているババアジジイがいるから、警備員もさ、それ事故を起こさんために警備員として雇われてるから、やっぱりそういうババア危ないって言って止めなあかん時もあるやんけ、うん、でその飛び出したババアをこう止めるために、うん、警備員の男性が亡くなったのよ。へえ、ひどくね。へえ、だったらさ、そんなな活動家のクソジジイクソババアがなおらんかったらな、そんなことにはなってへんわけよ。へえ、そもそも、もう捕まえろよあんなやつらって、もう前から言われてるわけや、何十年もこんなことやってんやからな、沖縄なんてさ、うん、あんなもんバンバン逮捕してさ、もうほんま刑務所入れたったらええねんと思うんだけどさ、この、まあ、この亡くなった方には申し訳ないけどさ、ほんまこれを機にさ、うん、もうそうなってほしいよね、ほんまこんなことやってたらあかんでってことやのに、うん、我らが二刀夢野さんは、うん、そのニュースを引用してこう、まあ、引用ただ引用だけしてるわけ、うん、自分で何も言ってへんわけ、その記事の中を抜粋して、そのなんかこんなこと言ってるわけ、でもあえてそれを二刀読みするな、うん、辺野古ダンプ運転手が証言、無理な誘導多かった、現場では辺野古移設反対の抗議運動、1年ほど前に警備会社が変わり土砂搬入のスピードアップを図って無理な誘導が増えた、人がまだいるのに進行させるために事故になりそうなことが何でもあってっていう記事の抜粋だけしてやがね、別にさすがにさ、なんか自分で何か言ったらさ、うん、まずいなっていうの分かってんだろうな、うん、だからあの記事の抜粋だけしてましたよしましたよみたいなさ、こんな感じで、それがまだ腹立たない、それがなんかムカつかない、こうやって予防線張ってること自体が、あ、私は別に何も言ってませんけどみたいな、え、記事の抜粋をしただけですけど、でもそんな記事の抜粋ってわざわざさ、これリポストでこの記事を貼るだけやったらまあわからんでもないけどさ、わかん、その中からなんかさ、もうその警備のあり方が悪かったみたいなさ、無理な誘導が多かったとかさ、土砂の搬入のスピードアップを測って無理な誘導が増えていたとかさ、人がまだいるのに進行させるためとか、なんか警備に不備があったみたいなとこだけを抜き出して言いやがる、活動家の人たちは悪くないですよって言いたんやろな、このほっぺパンパンは。ほんまにいい加減にせよお前、ほんまにいい加減にせよって、なんか最近も言ったことある気するけど、もういい加減にせよお前、そもそもで人がまだいるのに進行させるって、これ人がまだいるって、もう活動家のジジイババアのことやろそこにいることが悪いんやけど、これ、うん、なあ、お前らが邪魔するからそれ事故になりそうになってるだけの話じゃんけ、お前、うん、お前そういう都合のいいとこだけ抜き出して、お前なんか警部が悪、この警備員のこの人がさ悪いみたいに言うのかさ、お前あれかよお前、なんかさ別にさ特に命の危機も迫ってへん女の子にして、なんか今の歌舞伎町に来る若い女の子にはもう命の危険が迫ってるんですみたいなこと言っといてさ、どこがやねんとか思うけど、うん、そんな命の危険が迫ってんやったら歌舞伎町なんていう危険な場所に来んなんやっていう話なんやけどさ、来てんのはその女の子らやろわと思うんだけどさ、意味がわからへん理論で有名な夢なんやけどさあれ女、若い女の子には命の危険がもうすぐにでももう死んじゃうような命の危険が迫ってるんですみたいなこといつも言うてっけどさ、うん、あれかお前いつもそうやもんな、もう若い女の子だけが大事みたいなさ、もう若い男もどうでもいい、もう何なら若い男だってどうでもいいみたいな、もうもっと言えばおじさんなんか、おじなんてもっとどうでもいいよねみたいなこと言ってもんなお前な、あれかこの警備員の方が、まあ、40歳男性っていうことやからさ、うん、まあおじやわな、うん、二刀夢野さんにとってみたらお前もおばやけどな、大概な、はっきり言ってもう今ムカついてっから暴言吐くけどよ、お前も大概おばやけどな、人のことおじとかな、まあ、言うあれじゃないと思ってんだけど、まあ、それはええとしてさ、おじやから死んでもいいんですか、まあ、そういうとこが耳やねんお前はよ、ほんまに一生ほっぺて晴らしてろカス以上です。はい。